頑張れ日本。全国行動委員会は日本の政治団体。略称は頑張れ日本。保守の立場に立った政治勢力の結集を見据え、機動的な国民運動を展開するための国民運動体として、2010年2月2日に田も上都市を水島ーらが中心となって結成した。運動方針はあくまでも草の根である。 一般国民が上位となって、世論や国政を動かしていこうといったものであり、日本国民の愛国的決起を目指して、総合国旗をスローガンとしている。結成式では、西村慎吾、山田博士、木内みの赤池信明、間渡隆二、土屋高幸等の政治家や、富岡幸一郎、福地厚志、小山和伸、村田春樹、大高美幹等の言論人が登壇して、 結成に対する応援演説を行った。また、共産者の作曲家、杉山孝一が、テーマ曲、頑張れ、日本を、作曲提供した。活動の方針説明、予定、呼びかけ、報道は逐次チャンネル桜から、テレビ YouTube ユーストリームニコニコ動画で、インターネット配信及び生中継されている。活動原始は、 総合全国地方議員の会やチャンネル桜2000人委員会などの講演を受けており、公式サイト上や集会やデモ行進の会場でも有志からの寄付を募っている。平成22年2月の結成直後から日本各地で総合全国地方議員の会所属の地方議員らと共に外国人人政権付与法案を断固阻止する方針の運動、外線活動を始める。 この法案の推進に積極的な国会議員については落選運動を展開するとした。NHK スペシャルシリーズジャパンデビューも参照平成21年4月5日に NHK 総合で放送されたジャパンデビュー第1回アジアの一等国についてやらせや事実の歪曲、鉄道があり放送法に違反している。 出演した台湾人の発言を歪曲し歴史を捏造して台湾先住民の名誉を貶めているとしてジャパンデビューに出演した台湾人や視聴者、台湾人約150人を含めた約1300万300人が集団訴訟を起こした。第一審は原告の頑張れ日本側の敗訴に終わり判決を不服として東京高等裁判所に控訴した。 日清の東京高裁は NHK が台湾先住民族の女性に対する差別的表現での放送を行い女性の名誉を傷つけたと認定し NHK に100万円の支払いを命じ頑張れ日本側が勝訴した2016年最高裁判所は差別的な扱いの説明であり原告の父親に対する差別をしているわけではないとに新判決を吐き NHK の逆転勝訴となった。抗議デモ、2010年尖閣諸島抗議デモ及び、2012年尖閣諸島抗議デモも参照、中国の尖閣諸島侵略球団、全国国民統一行動尖閣諸島中国漁船、衝突事件を受けて、平成22年10月2日16日に、中国の尖閣諸島侵略球団、全国国民統一行動デモを行った。 10月2日の渋谷界隈でのデモには約2700人が10月16日の中国大使館やそれに近い六本木ヒルズ界隈でのデモには約3000人約6000人が参加し CNN、ロイター、BBC、AFP、人民もアルジャジーラなどの日本国外のメディアが数千人が集まった日本では珍しい大規模デモであるとして大きく報道した 一方、朝日新聞や、読売新聞、NHK、共同通信社、時事通信社などの日本国内の主要メディアはこれを、ほぼ目殺したため、ネット上で疑義と非難の声が上がった。同年11月6日の4500人が参加した、尖閣諸島侵略球団、自由と人権アジア連大集会デモについては、それ以前のデモを、 ほぼ目殺していた日本国内の主要メディアも注目し、NHK は同日夕方のニュースで、産経新聞は11月7日付長官の一面で報道した。産経新聞は初めてデモを経験する多くの家族連れ、主婦、学生の様子を報じている。同年9月22日には日本政府による尖閣諸島国有化を受けて中国各都市で大規模で、 暴力的な反日デモが広がり、尖閣諸島の領海や接続水への意気、中国公船の侵入が相次いだことから、1400人が尖閣諸島の主権護字を訴えるデモ行進を六本木で行った。その後在日中国大使館を訪れ、抗議活動を繰り広げた。集団漁業活動尖閣諸島に対する日本の領有権を強め世論を喚起するために頑張れ、 日本が所有する漁船やチャーターした漁船で尖閣諸島の領海内で計19回の集団漁業活動を行っている。石垣島から出港するこれらの漁業活動では一般参加者を募集したり複数の国会議員や東京都議会議員を同行させたこともある。またこれらの漁業活動での調査をもとに参議院議員会館に国会議員を招いて 尖閣の魚を食す会を開催したこともある。これらの漁業活動中に中国公船海館に接近されたこともある。平成24年8月19日には日本の領土を守るため行動する議員連盟の山谷エリ子や長尾隆史等の超党派の国会議員8名、複数の地方議員、公式サイトで募集された一般参加者も含めた総勢150名で、 ウオツリ島の領海内で10回目となる集団漁業活動と尖閣諸島戦時遭難事件の養生慰霊祭を行った。このうち茨城県取手市の小島義弘市議や東京都、荒川区の小坂英二区議ら5名の地方議員と頑張れ、日本のメンバーらの計10名がウオツリ島に上陸し、尖閣諸島の日本領有をアピールした。これについて、尖閣諸島に上陸して、 慰霊祭を行う予定だったが、日本政府から上陸許可申請が認められず、前日の8月18日に石垣島でも慰霊祭を実行していた。また、この4日前の8月15日には、香港活動家尖閣諸島上陸事件が発生し、頑張れ日本のメンバーらが魚釣島に上陸した8月19日には、中国の各都市で、この上陸や香港活動家上陸事件で、 日本の関係が中国人活動家を逮捕、強制送還したことに対して大規模な反日デモが行われた。平成26年8月12日、水島層、桂木の中井、長尾隆長山秀樹、地元の漁民らが海上保安庁による尖閣諸島から市会力制と徹底した監視の中で漁業活動をした。中国公船3隻が 了解審判したが、威嚇はなかった。6月以降、2回にわたり、水産庁によって、石垣市からの出向を阻止されてきた。水産庁幹部は、誤解があったとして謝罪し、出向を認めたが、数時間に及ぶヒアリングは引き続き行われた。平成22年9月21日に、民主党政権、球団、国民集会を主催し、安倍晋三、山田博 小池由里子、山谷恵里子、西田昌司、西村慎吾、西川京子、赤池信明、杉山光一、増本照明、藤岡信勝、三橋高明らが登壇し、民主党政権の内政と外交を非難した。平成22年12月1日に民主党内閣当格宣言、12.1国民大集会を主催し、 民主党政権の中国漁船衝突事件への対応や防衛省施設内での民間人言論、統制通達問題、議会開設120年記念式典での民主党の中井博市の秋篠宮夫妻に対する比例発言を批判するなどした1700人規模のデモ行進を国会議事堂前と民主党本部前で行った。その後に虎ノ門日商ホールで開催した集会には、 平沼武雄や山谷恵理子などの国会議員、多くの地方議員が登壇し、民主党の政権運営を非難した。同年12月18日には民主党内閣打倒、皇室冒頭球団、中国の尖閣諸島侵略阻止、国民大行動員渋谷を主催し、約4000人が渋谷、原宿界隈をデモ行進した。その後に、 渋谷駅前で行われた外戦には、12月10日に尖閣諸島に上陸した仲間人とし、そこよ一石垣市議が登壇し、尖閣諸島の主権護持を主張した。自由と人権アジア連帯集会を平成23年11月4日には TPP 絶対阻止、国会大法医、国民行動を主催し、稲田智美ら反対派の議員とともに、 野田内閣に抗議活動をした。中国に対しては、尖閣関連のデモ以来、自由と人権アジア連大集会を開催するなど、チベットウングル、台湾、南モンゴル、満州の各民族や各支援者らと共に抗議活動をしており、中国の国家主席や総理ら交換が訪日すると行われる。平成23年9月19日の同会主催のデモでは、 ボロボロの国旗を掲げているとして抗議し、国旗を交換する、要要求。フジテレビ側が最初は了承しながら、最終的には拒否したとみなした同会の会員らが、強行的に国旗の交換を実施しようとし、警備員との間で小競り合いになった。最終的に同会の用意した国旗が掲をされたが、この際に国旗を掴んで引っ張り、一部を破損したとして、警視庁公安部及び、 同湾願書は、同会の会員らを、暴力行為法違反容疑で、書類送検した。尖閣諸島中国漁船衝突事件以来、反中、中国の少数民族を支援する日本ウイグル協会、日本離島機共の会、台湾け国応援団、モンゴル自由連盟党、内モンゴル人民党と、デモや、抗議活動を共同で行っており、協力関係を組んでいる。自民党が、 政権与党に復帰し、安倍も首相に再任された第46回衆議院議員総選挙の際には安倍が総裁を務める自民党を安倍旧国内閣と名打ち、日比谷やが四学堂で大規模集会を開いた。多くの言論人及び安倍も登場し、民主党への球団と自民党の与党復帰を指示、目指す内容の演説を行った。 安倍政権を支持する立場を取っているが、アベノミクス第三の矢に、顕著な新自由主義的経済政策や、消費税増税、移民政策及び外国人労働者大量を受け入れ、政策等に批判的であり、反対運動を行っている。日本における、同性結婚も、参照同性カップルに、結婚に相当する関係を認める、条例案、同性パートナーシップ条例が、 渋谷区議会に提出されたことを受け、2015年3月10日に条例案に反対する抗議デモを渋谷区役所周辺などで言った。家族制度が崩壊する、むしろ迷惑に感じている、同性愛者もいる、ろくな議論も経ずに条例を通そうとしているなどとして抗議するも3月31日に条例案は渋谷区議会本会議で賛成多数で可決し、成立した。 東京都渋谷区に中央本部を置き、日本各地に支部を設置している。田上敏夫が会長を務めていたが、2014年8月31日に一身上の都合で辞任。2018年現在の党員数は42人である。ありがとうございます。